ポン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 、違和感チャンネル。はいさん、毎度、おじさん革命家、イワポンです。僕は41歳、週1回のアルバイトで生きてます。僕がなぜ週1回しかアルバイトをやんないようになったかというと、周りの人がロボットに見えたからです。こんな生活してると、もっと働けよとか、年金は払っているのかとか、ごちゃごちゃ言われますけど、僕は働きません。だって僕が一生懸命働いたところで月20万ぐらいしかもらえません。それで保険料とかいろいろ払ってたらほとんどお金残りません。最悪それで女にモテるならまだいいんですけど、女にもモテません。お金もありません。それだったら生活保護欲しいです。いやー、だから頑張って月収20万ぐらいのみんな、もう諦めて生活保護もらおうぜ。確かに勤労の義務、納税の義務っていうのはあるけど、たかが20万稼ぐのに一生懸命になっていようじゃ、お前らにご褒美なんて一生来ねえぞ。みんな、人生は冒険や。働いちゃあかん。だらだら生きよ。それじゃ。人の金で肉食いたい、寿司食いたい、酒飲みたい。人の金で寿司食いたい、肉食いたい、酒飲みたい。みんな、最後まで動画見てくれてありがとうな。この動画見ておもろいと思った方は、チャンネル登録とグッドマークよろしくな。あと僕、家の住所を晒してるんで、もしお金送りたいって人いたら、現金書き留めよろしゅう頼むぜ。人生は冒険や。だらだら生きよう。それじゃ。サーブサーブ、そこチャンネルのサブチャンネルの登録もお願いします。よろしくね。